お姉チャンネル TV のお姉です。ラブライブ紅白出場おめでとうございます。紅白が楽しみになりました。めでたいですね。ってことで今回はラブライブ一番くじを引いてきます。ではまずは行ってきます。帰ってきました。残念なことに、E 賞のキュンキャラを引き当てることはできませんでした。本当にさ、くじ運ないんだよね。自慢くじは過去動画見てもらえればわかると思いますが、上位の賞が出た試しがありません。動画にしてないの含めてね。まあ、1回しか引いてないからそれは当然だろうとは思う。ただ10枚20枚引いて上位の賞が出る確率は高くなるけど、1回引いて A 賞 B 賞ってのがなんかすごいじゃん。それがかっこいいなって思うんです。だから1回なんです。はいはい、まあ動画でね見えてたんで E 賞でした。あ、いいじゃねえやいいじゃない願望だよ、それは。あ、まずはそうですね。ラインナップ。今回のラインナップはこちら。で、出たのは F 賞のこちら。F 賞、僕らのライブ、君とのライフ、ラバーストラップ、全9種です。まあ、箱はこんな感じですね。はい、9種類、ミューズのメンバーですね。まあ、あとはこれで欲しいメンバーが出てくれたら最高だけど、ああ、どうしようかなっておかしいな。小鳥ちゃんかのぞみんがいいですね。本当は、E 賞のキョンキャラで、どのメンバーが出るかをやりたかった。はい、じゃあまず開封します。はい。動画見てもらえれば分かりますけど、奥にしようか手前にしようかで悩んだんですよ。で、手前にしました。なんか手前の方がいいかなとかね。くじ奥行きすぎて失敗した感じがあったんで。ほらもう、はい、失敗だよ、安定の。はぁ、あ、いつか綺麗に開けたい。そう、ちくしょう。なんで、すごいノリ付けされてるの？開け方が変なの。うわぁ。開け方が変なのかな。破壊しそうだ。ここまでか。はい、いきます。運命の瞬間、3、2、1、オープン。あ、まだ見えない。誰だろう。いきます。はいはい。お、紙が入ってる。以上。はい。マキちゃんでした。いや、がっかりしちゃダメだよ。がっかりしてないし。してないし、がっかりなんて。マキちゃんか。確かに、この箱さっき見てた時に、マキちゃんがすっごい見てきたんですよ。すっげえマキちゃんと目が合うなと思って。そういうことか。マキちゃんです。
かわいい。ウインク、ウインクしてるわけじゃないのかな、これは。ウインクっていうのはこっちだもんね。これがウインクですからね。これもウインクかな。かわいい。キュンキャラ。マキちゃんか。すいません、マキちゃんファンに怒られそうですね。最後までご視聴ありがとうございます。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録をして、また次の動画も見てください。バイバイ。